幼稚園と保育園が縦割りで、ね、分かれているわけですよ。幼稚園は教育機関ですから文部科学省ですね、保育園というのは厚生労働省の管轄なんですよね、ですからまあ保育園も幼稚園もまあ似たようなもんだなと思ったら全然違うとだから保育園というのはあのお母さんが仕事で働きに行くのに預かってほしい託児所なわけですよね、そこで教育はしてくれないわけですね、まあ、全くしないわけではないですけども基本的に教育機関ではないんですね。子どもをちゃんと安全に預かるそういう場所ですからね。それに対して幼稚園というのはあのちゃんと登園時間があってもうお昼ご飯食べてちょっとだったらすぐあの下校なんですね仕事するために預かってもらう時間にしては短すぎるっていうか、いやそうなんですよ、あの、子供を預かってくれるそういうサービスではなくて子供を教育する教育施設なんですよね。だからこれ選択肢があるわけですよ、とにかく、夜まで預かってほしいとかね、朝早くから預かってほしいとか、そういうのをしっかり聞いて満たしてくれる、保育園と、ちゃんとした教育をしてほしいというね、預かってくれる時間は短くてもいいから、あの、ちゃんとした教育をしてほしいという幼稚園と、それぞれカバーしている範囲が違うので、だから、そういうね、幅広い選択肢があって、どういうふうに利用するか、なんなら両方使うことだってできるんですよ。幼稚園に行かせながら、夜だけちょっと預かってもらうとかね、それだってできるわけだから、これをですね一元管理した時にこの選択肢がね、縮まるようなことはですねあってはいけないと思うんですよね